皆さんこんばんは。8月17日金曜日、時計の針は夕方6時を回りました。夕刊 TV 今日もスタートいたします。キャスターは千葉なゆです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、昨日おとといの天気はどこへやらといった具合にですね、今日は本当に暑い一日となりました。今現在も外の気温と言いますか、その外の天気見てみますと晴れ間が広がっていて、あ、これぞ沖縄の夏だといったような天気が広がっています。昨日おとといと本当に雨に振り回された一日でしたが、皆様いかがお過ごしだったでしょうか。またこういった天気になったらなったで、今度は熱中症であったりとか脱水症状みたいなものに注意していく必要がありそうです。それだけではなく、室内で過ごしている方はくれぐれもクーラーの効きすぎなどにも注意していただいて、この暑い天気は暑い天気でね、体調を崩しやすいような、そんな時もありますから、どうぞ皆さん体調管理はしっかりしておいてくださいね。さあ、今日もここ地域振興センター3階からインターネットテレビ、そしてラジオの同時放送で行っていきます夕刊 TV。 まずは今日のラインナップをご紹介します。今日の一番ニュース、タルーの冒険、大気から646回目の夏、夕刊読みラジ、グラスアート青い風、 FM 読谷インフォメーション、第6回ふれあい納涼祭、この他の話題もお届けしていきます。それでは早速参りましょう。今日の一番ニュース、今日の一番ニュースはタルーの冒険、大気から646回目の夏ということで、日曜日ですね、8月19日日曜日に行われますこちらの子どもミュージカル、出演される方とそれからですね、作演出担当されました方4人が今日のイモーニングにご出演されたということで、その模様をお届けします。それでは VTR スタート。どうぞ。大崎レオンです。大崎レオンさんです。よろしくお願いします。はい、続きまして菅野なるはです。はい、菅野、なるはさん、はい、よろしくお願いします。はい、続きまして菅野若菜です。はい、若菜さん、よろしくお願いいたします。さあ、そしてはい、大崎まさかずちゃんです。よろしくお願いします。大崎まさかずちゃん、よろしくお願いします。さあ、今日はですね、素敵なですね、ゲスト、4人の皆さんをちょっとご紹介いたしましたけども、さあ、今回ですね、タルーの冒険ということで、もう練習いっぱいしてきたと思いますけども、はい、大崎先生、はい、子供たちに一人ずつ聞いていいですか？どうぞどうぞ。ね、聞きましょうね。はい、じゃあまず私の隣にいます、大崎レオンさん。はい、はい、レオンさん、かわいいね。はい、レオンさん、朝早起きしたの？早起きっていうか、いつも通り。いつも、あ、じゃあいつも通り早起きなのね。素晴らしい。さあ、レオンさん、ちょっと聞きたいんですけれども、はい、今回この、創作子どもミュージカル、タルーの冒険ということなんですけれども、いっぱい練習してきたと思いますけど、はい、どんな練習をしてきたんですか？みんなで歌を歌って、みんなが気持ちよく終われるようにと、みんなできちんと頑張ってきました。素晴らしい。それ、できましたか？本番ちょっと前まではわかんないです。わかんないか。ああ、でもやる気は十分なんだね。はい。はい、さあ、続きまして、お隣の、なるはさん。はい。なるはさんは小学校何年生？1年生。1年生ということは6歳？あ、7歳になった。あ、7歳になったんだ。この、タルーの冒険のミュージカルの練習どうだった？楽しかった。あ、練習も楽しかったの？このなるはさんはどんな役なんですか？海地と、うんうん、いいよ、助けてあげて、はい、いいよ、助けて。琉球。あ、海地と琉球民をやるの。練習をやってどうでしたか？どう？ちょっと難しい。ちょっと難しかったんだ。そうか。でもうまくいってる？うん、うん、すごい。本番頑張ってよ。うん、かわいいな。さあ、そして、菅野若菜さん。はい、はい、若菜さんはどういった役なんですか？大気を。主人公？いえ、主人公では。主人公ではなくて？はい、違います。あ、違うんだ。主人公は少年少女。少年少女が主人公で、はい、その中に出てくるのが大気。大気が出てくるんだよね。大気も出てきます。出てくるよね。はい、そう、大気をやる上で何か
学んだこととかありますか？そうでもない？なんか着物、あ、着物の履くのとかが難しいから。ああ、そうなんだ。へー、そうか、日頃から着物を着て歩くとかしないもんね。ねえ、そうなんだ。練習はうまくいってますか？一応一応、もうすぐ本番ですけどもね。すごいね。さあ、大崎先生、はい、このタルーの冒険、大気から646回目の夏ということで、今年で19年目？そうですね。わあ、すごいね。子供ミュージカル始まって19年目になります。私、鳥肌が立ちましたよ、ね、本当に。ね、今回ですね、うん、OB としてスタッフで、ここの卒業生が、はい、今大学生ぐらいになってる子たちなんですけどね、手伝いをします。またこういう風につながっていくっていうのが最高じゃないですか、先生。ちょうどこのタルーの冒険、9年前に、初演をしたんですよ、今回はそれの再演という形なんですよ。なるほどね。でちょうどこの9年前にやった子たちが、今大学生とか社会人とかなってるので、それをまた手伝いながら、はい、ですね。またこの子たちがまたどんどんとまたステージでね、繰り広げるんですけども。さあ、ということでイモーニングご出演の様子ご覧いただきました。8月19日日曜日、会場は2時30分、開演は午後3時、上演場所は読谷村文化センター大鳥ホールとのことです。詳しいことは読谷村文化センターまでお問い合わせください。以上、今日の一番ニュースお届けしました。ゆかん TV、 琉球新報先読みニュース。このコーナーは琉球新報の提供でお送りします。それでは皆さんに明日の地方面から記事をお伝えしていきます。まずは宮古島市の話題です。クーラー設置遅れを指摘、子ども議会、市当局へ質問次々。宮古島子ども議会が14日宮古島市議会で開かれました。市内10の中学校から21人の議員が出席し、宮古島の環境問題や教室へのクーラー設置状況など学校施設についての質問を一般質問形式で市の当局に投げかけました。傍聴席には保護者や先生らが駆けつけ様子を見守りました。議会では21人がそれぞれ環境問題、JTA ドーム宮古島運営関連、若者の流出、学習環境、災害対策の項目ごとに5つの会派に分かれて質問しました。海岸や街中でのポイ捨てゴミについて質問した上原君は、観光客が増加する宮古島市のゴミ問題は受け入れ側の宮古島の課題とし、市民だけでなく観光客にも処理費用を負担してもらうための入湯税導入や納税からの費用負担の検討を提案しました。学習環境では西川さんが教室のクーラー設置について質問。設置が遅れている現状を指摘しつつ、環境の悪い教室を優先して取り付けができないかなどと提案しました。宮古島市側は下地市長をはじめ各部長らが答弁に立ちました。一般質問の予定時間が過ぎていたことから、議長の安本君が市当局の皆さんは答弁を簡潔にと指摘する場面もありました。災害対策について質問した川道さんは議会を終え、市内の他の中学校の質問や行政の人たちからの答弁から、それぞれの学校や地区で問題意識や考え方が違うのだと勉強になる良い機会だったと感想を述べました。この子ども議会、今週どこかで沖縄市の子ども議会が開かれますよというような話を確かしたかと思います。こうやって子どもたちが子どもたちなりの目線で問題であったり、自分が住んでいる暮らしている地域の課題、それから在り方について見ていく機会があるというのは非常に素敵なことだと思います。さあ、続いては西表島からの話題です。戦時中に竹富町波照間島から強制疎開させられ、マラリアで亡くなった犠牲者を悼む慰霊祭が終戦記念日の15日、竹富町西表島の早見田の浜にある忘れない石の碑前で開かれました。
慰霊碑保存会員や関係者らおよそ20人が参列し、犠牲者の冥福を祈りました。戦時中、波照間島の住民は軍命によりマラリアが蔓延していた西表島への移住を余儀なくされ、80人以上が現地で死亡しました。帰島後もマラリアが持ち込まれたことで死亡者が相次ぎ、疎開先での死亡者も含めて当時の人口のおよそ3分の1にあたる552人が戦争マラリアで犠牲となりました。当時ハエミタの浜で子どもたちに勉強を教えていた波照間国民学校の式名校長は、この悲劇を忘れないよう浜の岩場の石に忘れない石波照間式名と刻みました。忘れない石は1992年に告示された石の横に建立され、毎年慰霊祭が開催されています。ハエミタの浜で姉を亡くした慰霊碑保存会会長代行の金さんは、強制疎開がなかったら波照間島はもっと栄えていただろう、戦争はもう二度と起こしてはいけない、そのためには平和の尊さを伝えていくしかないと挨拶しました。波照間島から唯一参列した波照間小中学校元校長の中底さんは、マラリアで子どもたちが亡くなっていくことに式名校長がどう思っていたのかと考えながら手を合わせました。島からも多くの人が参列して慰霊祭が継続できるように願っていると話しました。こういった慰霊祭、亡くなった方々の御霊を慰めるだけではなく、改めて今ある平和、それからこれからの先平和について、平和をつなげていくためにはどうすればいいか、そういったことを考える良いきっかけにもなりますよね。こういった慰霊祭が今後も長く続いていくことを願っています。この他にも様々な記事掲載されておりますので、明日の地方面をお楽しみに。以上でした。琉球新報先読みニュース、このコーナーは琉球新報の提供でお送りしました。ゆかん TV、 いやささゆかん読みラジ、今日ご紹介する話題はこちらです。海と夕日が見えるガラス工房、グラスアート青い風、こちらを皆様に動画にてご紹介いたします。先日は琉球ガラス工房海風ということで紫村内にある施設を紹介いたしました。今回はその姉妹的な立ち位置でガーダ青い海内にありますグラスアート青い風をご紹介いたします。それでは早速 VTR スタート。実は今日は私がここに来ている紫村なんですけれども、これ以外にももう一店舗海風さんあるんですよね。はい、ガラ青い海の中にショップ機能を充実させたグラスアート青い風という工房があります。はい、もうこのガラ青い海といえばもう絶景のポイントで人気エリアではあるんですけれども、こちらの方の工房の特徴も教えていただければと思います。こちらの工房は沖縄県、工芸工房展で奨励賞を2度受賞しました工場長をはじめ、女性としては珍しい琉球ガラスの、沖縄県認定工芸士の職人さんもいる、イメージとしては女性的な、風合いのあるガラスが多いかなと思います。なんかね、そうやって聞くと商品とても見たくなりますけれども、どんな方が人気でいらっしゃいますか。うちの専務の松田翔吾は、沖縄県工芸士なんですけども、こちらが作りました残波の夕日、ビールを注ビールでも三品茶でもいいんですけども、注ぐと夕日が完成するっていうグラスや、サンゴで音を鳴らす風鈴が人気があります。サンゴで音を鳴らす風鈴、すごい、もう沖縄ならではのお土産にもぴったりな、ね、品だと思いますけれども、まあ、こちらでも職人体験ができるということですかね。そうです、ガラ青い海の方でも職人体験ができます。はい、本当絶景を眺めながらの、ね、体験もまた素晴らしいんじゃないかなと思います。特に例えば今日なんかは、まあ、海行きたいってお客さんが、ね、晴れてますからいると思うんですけれども、お天気が悪い時なんかは割と皆さん混みますよね。天気が悪い日は本当に混みますね。まあ、沖縄せっかく来て、ね、何もできないっていうのはすごいかわいそうなんで、まあ、うちみたいにちゃんと屋根のあるところだったら体験も楽しんでいただけるかなと思います。ちなみに、例えば雨が、ね、突然降ってしまってガラス工房ちょっと体験行きたいといったときに電話で必ず予約とかをした方がいいんですか。紫村の方にある、
あの琉球ガス工房海風の方は随時受付で、特に予約は必要ありません。あの柄青い海の方はちょっと予約の方が優先になります。はい、ということでね、問い合わせ先なども、しっかり調べていただいて、ぜひガラス工房海風の橋を運んでいただきたいんですけれども、たくさんこの作品が並んでる中で、今売れ筋商品とかこの人気のあるもの、さっき作家さんのご紹介もちょっとあったんですけども、どんなものがありますか？先ほど申し上げたもの以外で言いますと、あの海藻という、あの海を思うっていう字書くんですけども、あのやっぱり魚を取ることが好きな職人さんが海の中から海面を見上げた様子をあのグラスにしました。グラスやあのガジュマルといって、あのガジュマルの生命力に見せられた職人さんがあのガジュマルというグラスを作っています。両方とも沖縄県認定工芸士の作品です。もうそういったコンセプトを持って作られたガラス、もうすごいなんかね、とっても美味しい飲み物がねいただけそうだなって思います。見てるだけでうっとりかもしれないですね。はい、というわけで、いろいろお話伺ってきたんですけれども、こちらのアクセスホームページ情報なども、含めまして、最後に一言お願いいたします。あの夏休みの間体験に来ていただいたお客様でお子様いらっしゃる方は、あの夏休みの自由研究の資料もご用意しております。ホームページはあの琉球ガラス海風で検索していただいたら、あのホームページの方にはアクセスできると思いますので、そちらの方も ご覧ください。はい、というわけで工場の中からね、暑い中佐々木さんにお話を伺いました。今日は琉球ガラス工房の海風からお届けしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、素敵なガラス工芸の数々、サンゴで鳴らす風鈴というのもなんだか涼しげで沖縄らしい素敵な作品でしたね。どうぞ興味が出てきたという方は、柄青い海内にありますグラスアート青い風、こちらに一度足を運びください。年中無休で朝9時から夜6時まで営業しているとのことです。以上、今日の夕刊読みラジでした。観光情報番組読谷ラジオは毎朝9時より紫村サテライトスタジオから生放送でお届けしています。明日もお楽しみに。 TV FM 読谷インフォメーション。さあ、今日の情報こちらです。週末開催第6回ふれあい納涼祭、こちらを今回は音源と、そしてインターネットテレビをご覧の皆様にはお写真を交えながらお届けしていきたいと思います。こちらは FM 読谷スポンサーアイレディースクリニックさんの主催するお祭りとなっています。それでは早速 VTR スタート。さあ先生、はい、いよいよ明日は、はい、アイレディースクリニック納涼祭が開かれます。パチ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 。今年はどんな感じですか？うん、準備はそろそろ進んでますか？うん、なんかかき氷がやっぱり人気があったので、はい、それを3種類パターンを分けるみたい。プレーンとなんかフルーツ乗っけたりなんとかかんとかってね。かき氷のプレーンって何ですか？わかんない。ただかけるだけ。ああ、いちごとか。そうそうそう。ああ、氷だけかと思った。詐欺じゃん、そう。かき氷、本当に氷って。それと、そう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 、ね、ちょっと赤字奮発だよね、フルーツはね、高いからね。ですね。で、あとは焼き鳥、焼き鳥はさ、あの冷凍じゃなくて本当にそのね、鳥さんを食べるようにこうカットして屈伸させていくから、まあ本当になんていうのね、なんかチキンを一つ食べね、とっても美味しいよね。私ね、去年も一昨年も食べたんですよ、焼き鳥。とっても美味しい、ね。ちょっとね、あれはまあちょっとやっぱり材料費高いからね、ちょっと250円ぐらいはするけども、うん、でも1本でも十分ね、お腹いっぱいになるし。なんかゲームとかこのフリマなんかも去年はやられてましたけども、うん、そうよね。フリマは今年は、うん、あの来年の、うん、あ、じゃあファミリーコンサートに回そうと思って、フリマはちょっと今回ないけれども、子どもたちの愛の出し物だったりね、うん、あのして、また今年も全額子どもの国にね、うん、あの寄付させてもらうので、また沖縄の子供のために、役立ててもらえたらなと、ね、思いますね。いいですね。うん、皆さんぜひ明日いらしてくださいね。はい、時間は何時からでしたっけ？まあ、12時半ぐらいからもアプリコットの、あのご飯、あのそのご飯ね、うん、は食べられますよ。お、楽しみですね。申し物は1時半か2時ぐらいでね。はい、はい、ぜひいらしてください。はい、待ってます。
ということで音源とともにご覧いただきました。今回は明日8月18日土曜日お昼12時30分からアイリディスクリニック正面玄関にて行われるとのことですので足をお運びください。以上 FM 読谷インフォメーションでした。ゆかん TV 続いてはとことん読谷しっとこ読谷、本日の話題はこちら。沖縄ポークビレッジからキューボンセールのお知らせです。工場直送のベニヤグーとベニブタを特別価格でお楽しみいただけます。8月18日土曜日から19日日曜日の2日間、11時から夜7時まで開催しますキューボンセール。毎年恒例のキューボンセールとなっています。お供え用のお肉のほか餃子やソーセージなどのベニブタ商品を感謝価格で販売いたします。数に限りもありますのでお早めにお買い求めください。またキューボンセール開催に伴いまして閉店時間がこの3日間変更になります。8月17日金曜日は11時から夜6時まで、そして18日土曜日、19日日曜日は朝11時から夜7時までとなっています。お間違いのないようお願いいたします。どうぞこの2日間皆さん足をお運びください。以上でした。このコーナーでは皆さんからのメール、動画、取材依頼など募集しています。宛先はすべて小文字で FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp。 以上とことん読谷しっとこ読谷でした。ゆかん TV、 さあお届けしておりますゆかん TV、 続いては読谷交通情報です。国道58号レオンカメラから見た道路の様子皆様にお伝えいたします。まずはレオンカメラから見た南向け嘉手納方面大湾交差点向けの車の流れです。こちらちょうど赤信号の渋滞列が発生していたようです。今信号が変わってゆっくりと動き出してはいるものの、いつもよりやっぱりね金曜日ですからいつもより車の量が多いように感じます。こちらの道通る際は皆さんスピードの出し過ぎには十分注意をしてくださいね。続いて同じく国道58号レオンカメラから見た今度は北向けイラミナキナ方面ニューラッキーランドリー向けの車の流れです。こちら嘉手納方面に比べますと若干車の台数が少ないかなというような印象を受けます。ただこの道右車線がですね大湾シティなどに曲がる車で混雑しやすくなっていますから、恩納村向けあるいは読谷村内に帰るよという皆さんは左車線を走行することをお勧めいたします。この後日も暮れ視界も悪くなってきます。スピードを出せず前との車の車間距離を保ちながら安全運転を心がけてください。続いてラジオでは次の時間にも交通情報をお伝えしています。平日の朝7時30分からと夕方の5時45分からお届けしています。以上読谷交通情報でした。ゆうかん TV、 みんなのお天気希望。このコーナーでは皆さんが希望する明日のお天気を紹介していきます。さあ今回登場される方は一体どんな天気が希望なんでしょうか、そしてどんな理由を挙げてくれるんでしょうか。 VTR スタート。私は読谷アスリートクラブ嘉手納小学校の6年の井勝弘です。明日の天気は雷がいいです。なぜなら停電になって電化製品が使えなくて少し大変だけど電気がつかなくなって楽しいからです。夜になると楽しいからです。停電になって楽しいというのは僕も小学校の時よく思っていました。さあね、この希望叶うかな。続いては天気予報です。それでは本日午後5時、沖縄気象台から発表された天気予報を皆様にお伝えしていきます。まずは天気概要から。沖縄本島地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。続いて中南部の天気です。南東の風晴れ、波は2メートルでうねりを伴うと予想されています。続いて今夜から明日の朝にかけての天気です。今夜は晴れ、明日の朝も晴れです。
最後に今現在出ている警報注意報です。現在警報注意報ともに出ておりません。以上天気予報でした。ゆうかん TV、 さあお届けしてまいりましたゆうかん TV。 ここでですね、 FM 読谷ファンクラブ関東支部の皆さんにお知らせです。FM 読谷、読谷ラジオ観光情報番組読谷ラジオのナビゲーターでもおなじみあけぽのさんが明日のこのファンクラブオフ会バーベキューに参加することになっています。 FM 読谷からもですね、何やら結構な量のものを持って遊びに行くようなので、どうぞ皆さんお楽しみにお待ちください。そして FM 読谷をお聞きの皆様にもお知らせです。来週からですね、皆さんお待ちかねの毎年この時期に行われます怪談特集が読谷ラジオにてスタートいたします。またそれに合わせまして夕刊 TV でもこの怖い話特集してまいりますので、どうぞお楽しみにお待ちください。さあお届けしてまいりました夕刊 TV、 この後は有限会社東東プレゼンツ読谷大好き飲み歩きをお届け、どうぞお楽しみに。それでは皆さん、また来週。プレゼンティドバイウィンズ池原建設。知れば知るほど人は好きになるのよ。そんなメールにもなとくらなるほど大げさなことじゃなくていいんだね。毎日通う道にかかる虹、同じ時を過ごし同じ空見て同じニュースで涙を流してたな。涙がこぼれた日も間違いただせずいた日も光を灯せる